出身地は神奈川県です。生年月日は昭和63年3月29日生まれです。趣味はおしゃれをすることです。おしゃれをするときは友達と原宿とかに出かけるときにすぐおしゃれします。あと服とか買うところはよく原宿で買います。原宿は可愛い服とかいっぱいあるからすごい安いし、いっぱい買います。私の特技はあんまりないんですけど、ちょっとスポーツとか得意じゃないんでちょっとあんまないんですけど、バトンをちょっとやってて、そんでバトンとか上に投げたりとかして回ったりとか連続で回したりとか、そういうのはできます。あともう一つあるんですけど、あとお友達とか話してる時にちょっと笑わせたりとかするのが得意です。あと学校でなんか黒板とかになんかドラえもんとかジャイアンとかしずかちゃんとか書いたりとかしてすごい面白くしたりとかして遊んでます。好きな食べ物は焼肉の中のタン塩が好きです。タン塩がなんで好きかなのは、なんかすごい柔らかくてすごい口の中でなんか溶けるような感じで、しかもなんかすごい柔らかくて食べやすいから好きです。あとね、いちごが好きです。なんかすごい可愛いし、なんかすごい好きです。あと嫌いな食べ物はピーマンとセロリです。なんか両方ともちょっと臭いっつうか、あんま匂いが好きじゃない匂いがするんで嫌いです。私の好きな動物は犬です。犬はなんかすごいお手とかしてすごい可愛いと思います。あとうちにハムスターを飼ってて、そのハムスターはオスなんですけど、なんかすごい座る時とかお尻を真ん中に置いてバランスをとってるんですよ。そこでひまわりとか食べてるとこがすごい可愛くて好きです。あと嫌いな動物じゃないんですけど、嫌いなものがあって、それは虫なんですよ。クモとかそういうゴキブリとかそういうのがすごい嫌いなんですよ。その毒とか持ってるのとかもう全然ダメです。好きなテレビ番組はアニメも好きなんですけど、ちょっとお笑いが好きで、あのナインティナインがやってるテレビが特に好きです。なんかすごいなんか岡村くんがすごいなんか面白いです。好きな科目は体育です。体育の中でも球技が特に好きです。前にバスケットをやってて、そんでなんかそのバスケットが特に好きです。そんで部活は今バスケット部に最初入ってたんですけど、途中でなんかついていけなくなっちゃって、そんでなんかでもバスケやりたいなとか思ってマネージャーに入りました。結構マネージャーも大変だけど、でもすごい楽しいです。苦手な教科は国語です。国語の中でも漢字が一番苦手なんですけど、漢字はなんかすごい読みとか書くのとかすごい難しくて、なんかそれ得意な人とかなんかいるんですけど、なんかすごい自分にとってはすごい大変で、覚えるのとか大変だし、すごいそこが苦手ですね。